ハルキウ市電は、ウクライナの都市、ハルキウに存在する、路面電車。1906年に開通し、線路総延長 236.6km、車両総数300両以上という大規模な路線網を、有する。ハルキウ市内で、最初の軌道交通は1882年に、開業した、馬車鉄道で、ベルギーの民間企業が運営していた。一方、 当時のロシア帝国各地ではより輸送力が高く、先進的な交通機関である路面電車の開通が進められており、ハルキウ市内にも1906年7月3日に最初の路面電車路線が開通した。この路線は、ハルキウ市が運営する公営路線であり、馬車鉄道を運営していたベルギー企業と長年に渡り対立したが、最終的に馬車鉄道は、 路面電車網に完全に置き換えられた。開業当初の機間は 1000mm であったが、ソビエト連邦成立後は、国内各都市の路面電車の機間を 1524mm へ改める動きが高まり、ハルキウ市電でも1930年代に改め機が実施され、それに対応したソ連製の電車も多数導入された。第二次世界大戦では、 ハルキウ市内もドイツ軍と赤軍の激戦に巻き込まれ、一時はドイツ軍に占領されたことから路面電車も甚大な被害を受けた。戦後は復興が進んだ後、1950年代から路線網の拡大が始まり、特に1970年代は大規模な建設工事が行われた。特に同年代に開通した2号線は、 往復 47.3km、所要時間約3時間10分というソ連最長の路面電車系統の一つとなった。車両も戦後初期からソ連各地のメーカーで製造された車両が導入された。一方、1967年以降はチェコスロバキア製のタトラティーさんの大量導入が始まり、2020年現在もハルキウ市電の主力車両として活躍を続けている。 ハルキウ市電の路線網縮小は、ハルキウ地下鉄開通により、平行路線が廃止されたことに始まり、ソビエト連邦の崩壊以降は、経済の混乱、モータリーゼーション、そして財政難により、さらに多くの路線や車庫が廃止された。また、2000年代中盤まで車両の心臓もままならない状況となったが、それ以降は心臓車の導入やチェコ、スロバキア、 ラトビアなど各地で廃車となった路面電車車両の譲り受けが積極的に行われている。線路も整備が行われず脱線事故が頻発していたが、こちらも公術の組織再編以降は大規模な修繕工事が進められている。ハルキウ市電は開業時からハルキウ市によって運営され、ソ連崩壊後はミスクエレクトロトランスが管理を行っていたが、 運営の効率化や財政再建、老朽施設の大規模更新を目的に2011年以降、以下の市営企業に分社化されている。2020年現在、ハルキウ市電では以下の系統が設定されている。多くの系統は、最終列車が車庫付近の電停止まりの区間運転となるほか、ラッシュ時とそれ以外の時間帯で運行区間が異なる系統も存在する。また、 同年現在一部系統が線路の改修工事や新型コロナウイルス関連の検疫制限の影響で運休しており、その旨も記す。運賃については2010年代以降人件費や電気代などの高騰による値上げが続いており、2019年以降、トロリーバスと共に6フリー分野となっている。2020年現在、ハルキウ市電で使用されている主な車両は以下の通り、 各車両は、サルトフスキー車庫と10月車庫の2カ所の車庫に配置されている。タトラ T3SU タトラ T3SU 概要をかつて、チェコスロバキアに存在したタトラ国営会社、スミーホフ工場が開発した、高価原則、低騒音、低振動の高性能路面電車車両。東側諸国における標準型車両として各国に導入され、 ハルキウ市電にも1967年から導入が実施された。2010年代以降も他国で使用されていた車両の譲渡や残存車両の更新工事が積極的に行われており、ハルキウ市電の主力車両として活躍を続けている。車種ハルキウ市電に在籍するタトラ T3 には以下の種類が存在する。タトラ T6 バイト5タトラ T3SU の 後継車両として開発されたタトラカーで、車体構造や電気機器が大幅に刷新された。旧ソ連各国では T3M という形式名でも呼ばれる。ハルキウ市電には1988年以降30両が導入された。KTM-19 ロシア連邦のウスチカタフスキー車両製造工場で製造された路面電車車両。従来のタトラカーから、 車体寸法が大型化し、機器の構造も異なっているため、運行開始に先立ち終熟運転が実施された。2007年20両が導入され、その際には PL リース車からのリースという形を取ったが、リース量などの面で問題があったことから、同様の方式で導入されたトロリーバスとともに2015年に、リビウ商業高等裁判所から民間投資企業への譲渡が言い渡されている。 タトラ T6A5 元は、チェコスロバキア向けに製造されたタトラカー。そのうちプラハ市電向けに製造された車両は、超低床電車の大量導入により2021年までに営業運転から撤退したが、一方で、タトシエの譲渡が積極的に行われており、ハルキウ市電にも2017年に合量が譲渡されている。KH、k h k ロシア革命家の内戦でし、 車両の心臓も滞った各地の路面電車向けとして、ソビエト連邦成立後に開発された標準型電車。電動車と付随車が製造され、そのうち1927年から量産が開始された電動車には、最初の主要納入先であったハルキウにちなみ、KH という形式名が付けられた。ハルキウ市電では、KHM どもに長期にわたって在籍し、第二次世界大戦後に、 大型ボギー車の導入が本格化して1969年2月25日に、さよなら運転が行われるまで40年以上に、わたって営業運転に用いられ、さらに1980年代まで事業用車両に改造された経営が複数量残存した。この車両を胴体復元する計画は1990年代に立ち上がったが、 経済の混乱などから計画は遅れ、最終的に、ハルキウ市電開通100周年の記念事業として2005年に、KH のうち1両が、動体保存運転を開始した。以降は、臨時列車、団体列車で運用されているほか、1920年代から1960年代を舞台にした映画の撮影にも対応されている。m t v m t v ソ連国内で第二次世界大戦後に初めて開発された路面電車車両。そのうちハルキウデ電で胴体保存されているのは1952年製の英語語で2006年のハルキウデ電100周年に合わせて復元された。以降は臨時列車や団体列車に使用されており戦後の発展期にあたる1950年代に 建設された様々な建物をめぐるツアー列車50通50がその代表例である。ありがとうございます。